こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はフェザリングの戻り方っていうこと、フェザリングっていうのがですね、結局演奏中にね、こうベースと一緒にこうやって動くバスドラの動きなんですよ。で、こうフェザーっていうのはこう羽毛のタッチっていうことでですね、まあこれは大阪さんに教えてもらったんですけど、こうここの中にこう要はバスドラの中にこう羽毛を敷き詰めて、これが飛び散らなくてでもボワッてなる感じってことは、踏み方がね、こうゆっくりだとバーってならないじゃないですか。だから速度がいって、でもこうやってやったらバーって飛び散っちゃうから、だからそのこう短い距離ですごい速度を上げて踏まなきゃいけない。でしかもタイミングもレガートと同じタイミングにいなきゃいけないから、ちょっと前に突っ込んでなきゃいけない。だからこれがやっててうるさかったり遅かったりしたら、結局ベースはめちゃくちゃやりにくくなるんですよ。それだったらもうドラムいない方がいいと思うぐらい、すごくこう不快になるパターンなんで、ただうまくいくとベースの音を少し支えてあげて、バンド自体がブワーってこう広がる感じがするんで、まあある時期中級者のどっかのタイミングで踏まなきゃいけなくなってくるとは思うんです。僕もニューヨークから中村君っていうドラマーの方が入ってきていて、すごい彼のサウンドが良かったんで、どうなってんだろうと思って、で終わってからいろいろ喋ってたら、何ですかね、僕の映画とこんな感じですけど、あ、フェザリング結構、あ、これ結構ちゃんとやりますねって話をして、あ、やっぱりこううるさいって言われたりしてたからね。だからこうある時期からこう踏み始めたんです。そうするとベーシストの人に、やめてそれうるさいからとかって言われて、すごい言われたんだけど、その時には僕はいや、ちょっとこれを試したいんで、いろいろやるけど、ちょっと今日のライブはいろいろやってみてトライしたいんだけど、もちろんその変だったらやめるからって言ってやって、そしたら、まあ、あ、お前の成長のためだったらいいよっていういい先輩がいっぱいいましてですね でやっていただきて、で、ああでもないこうでもないって言って、まあだいぶできるようになったと思うんですけど、初心者の方にはやっぱりおすすめしません。だけど、あるもういろいろやったけど、ここからちょっと一段ランクアップしたいっていう人はトライしてもらいたい。で、そういう方からちょっともうやり始めて結構だいぶ慣れてきたんだけど、ただその復帰するときにどうしたらいいか、こう踏んでて、でもフレーズ叩くときやめるんですよ。で、いつの間にか戻ってるって感じするんですが、これは僕ちゃんと練習方法書き出してやったんですね。で、それをちょっとご紹介したいと思いますね。復帰する2種類のパターンがちょっと違うんですね。で、アンティシペーションとシンコペーションっていうのがあるんですけど、これは僕まあ、どちらもシンコペーションの一種で、アンティシペーションは先行音って言って、タイがつくタイプのシンコペーション、でタイがつかなくて、まあ、この「ウッター」っていうこの普天八四分音符のタイプのシンコペーションと両方、着地する場所が違うので、処理の仕方が違うんですよ。なので僕はアンティシペーションとシンコペーションを分けてます。ただアンティシペーションはシンコペーションの一種なんでね。で、このアンティシペーションがやりやすいんで、ハイハットと同じタイミングに踊ります。だから足だけやると「どっちゃどっちどんどん」この4拍表のバスドラはテンポゆっくりだったら踏んでもいいです。ただそこそこ速いと間に合わないんで、っていう練習をしてもらうと。で、まあ同じだけど4拍だと2拍の雰囲気違うんで。ハイハットのタイミングで戻る、まあ、最短距離の場合ね、こういう形になります。で、シンコペーションの場合は、これハイハットがあるからシンコペーションしないように見えるけど、このハイハットは飛び越えてる意味。これも3表のバスドラ踏んでもいいんだけど、踏んでもいいけど、ちょっと早いとやっぱ踏めないと思うんですよ。踏めないね。なのでこうハイハットのないところに着地する形なんで、ちょっとやっぱりドラムの体の感覚的にはシンコペーションとアンティシペーション随分違うんで、これ場合分けして練習した方がいいんですね。で、これまあ2、3裏だったやつを1裏にすると、こういうふうにこうちょんと跳躍して、で元の四分音符に戻っていくっていうのをやるんですよ。そうするとシンコペーションブックのフレーズやったとするとこうなります。ワン、ツー、スリー。
途中突然まあ足がフレーズの方に行ってからあの最後のフレーズで跳躍して元に戻るって感じなのね。でバスドラは一応最短がここだけど、これシンコペーションを遠くに飛ばしたかった、例えば3拍目にもっと後ろでもいいしね、例えば小節1個飛ばす、例えばそういう時はシンバルにいっちゃうね。こういう風にレガートは先帰ってフェザリングは後で帰ってくる。でこれフェザリングでもハイハットでも何でも、まあフレーズでも何でもそうですけど、ハイハットのタイミングで戻るともともとあったのに乗っかる感じで、1拍目とか3拍目に帰ってくるとそこからフレーズがまた生まれる感じがするんで、例えばこれ、今小説の頭でやったけど4拍目で乗るとっていう感覚になるんですよ。ちょっとした微差ですけど、これはまあ、どこでキャッチするか、ポーンっていったのをドンってキャッチして始めるのか、もともとあったとこおとととって感じでやるかっていうのは、これはまあ全部僕は場合分けして練習したんですけど、こういう練習をしてもらうといいのかなと思います。そしたら一応シンコペーションの方も打つと、という感覚でフェザリングの練習をしてもらうと、要はジャンプしてどっかで戻るって感じなの。表から戻るとドカンって戻るし、裏歯から戻るとこうスッとこうなんてさりげなく戻る感じ。ほんとちょっとした微差だけど、ここの微差が結構生きてきたりとか、ベーシストの音量で結構やってるから、これでフッてうまくキャッチしたらベースがニコって笑ってくれたりするんですよね。なので、こういう意味ではフェザリングってめちゃくちゃこう大きなそのまあファクターだと思うんですけど、かなり時間がかかって、でしかも多分お客さんはほとんど気づかない、だから本当にもう自己満足的なとこはちょっとあるかもしれないですけど、やっぱりバンドメンバーがやっぱりこれをやることによってすごくやりやすくなったりとか、まあベーシストの掛け合いでやるので、これフェザリング下手だとすっごい嫌がられるんで、なのでここはベーシストと一緒に練習したりとかするのもいいのかもしれないですね。そういう意味ではなんかこうかなりこうまず最初は音量でかくてうるさいって言われたり、あと音色がスピード感がなくて重いって言われることがすごく多いと思うんですね。まあその辺また質問来たらちょっと作ろうかなと思いますけど、まずとりあえずその、フェザリングどうやって戻ればいいですか、なんかフレーズをやった時に戻れなくて結局いつの間にかフェザリングやめてますっていう質問が来たので、今回作ってみました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。